アタビスティックの覚え方アタビスティックで先祖返りのとか祖先連来のとか転じまして原始的なとかそうやなとかアタビスティックは3万5千5レベルですかまあなりしかだと2万2千5レベルっつってたけど出るかな英検今度出るかなこれまあ出てもおかしくないような気するけどねまあ答えの選択肢にはならないわな当然ね 生物用語で核性遺伝的なって言われてもね、よくわかんないでしょうけどもね。まあ、こういう例文読めばわかるでしょ。 なんかヘビとか見て怖とか思ったりとか、あ、狼が来そうだから木に登んなきゃみたいな、そういうのは原始的な対応っていうのは、祖先から受け継いできた、自分では意識しないけど、祖先から引き継いできたようなっていう感じのニュアンスみたいな、まあ転じると時代遅れのとか、期限切れのとかになって、まあ古いナショナリズムがみたいな使い方もできるよみたいな、こういうふうに使ってます。<laughs> Into into what are these ancient models? I'll do everything I can. Due to this atavistic uh, doubt, will not be able to come about. But and so I think there is in us a kind of atavistic granular need to to help raise the babies. This prejudice is wrong-headed and atavistic, to be sure. But by its ubiquity and atavistic nature. It's my atavistic refugee mentality. There, there needs to be food in the house. I, 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 I never quite understand it when I go. Our salvation does not rest with an atavistic return to a pre-Cortesian reality. Secondly, the threat was more barbaric and atavistic than even Al-Qaeda. And most Americans have not seen it entirely from being the place we think of as an atavistic moment to where we want to go. こんな単語はお目にかかるのだろうかと思ったらちゃんとアタビスティックってちょんちょんってやってサイトガーディアンとか検索するんですよそうするとガーディアンの記事の中で916件も使われてるよっつってでこの中からパーって見て The experience was both at a both at a ビスティック and strangely moving とかあ,あこういう風に使ってんだと It's Atavistic at r i t u a l みたいな使い方もできるし My Atavistic u r g e to turn my pigs into bacon あこういう使い方もできるんだおしゃれみたいなであん中から記事をこう適当にクリックするとこうやって Atavistic 使ってるような例文出てくるからうわいかつみたいなねえちょっと待って Atavistic を覚えるにはこの文を読まなきゃいけないんだけどえこんなんの一文でこんな長いのみたいな さすがみたいな。さすがガーディアン先生みたいな。で、これをね、適当にディープル先生に投げますと。こんな一撃でスラッと読める結構厳しいよ、これ。ねえ。だってこれパッと見てこれ40号あるでしょ。一文で。ねえ。英検の英作が書けないとか言ってる場合じゃないですよ、これ。ねえ。ネイティブはこんなアタビスティックなんか使って40号なんかすぐ書けちゃうんだからね。まあ、訳すとこうですか 絶望的な残酷さを伴う犯罪の背景にある人間の精神の盗作は犠牲者にそのような苦痛を与えたものや傷ついて嘆き悲しむ家族を最後の最後まで罰したいという不可解な願望を呼び起こす。おいち、ちょっとちょっとディープル大先生約間違えてますよつって。アタビスティックを不可解なとかやっちゃダメでしょつって。まあ、原始的なとか。まあ、この場合どうでしょうかね。難しいね。日本語で訳すとなるとね。覚醒遺伝の 願望とかそんなんねまず日本語じゃお目にかかんないからね訳すとしたらどうすりゃいいんですかね我々の根源にあるとかそういう感じにするしかないんじゃないですかね覚醒遺伝の願望とかね使いたくないよね日本語でねダサくない適当にニュース聞いてて覚醒遺伝的な願望とか言われてもねちょいまいち日本語じゃピンとこないからねやっぱ我々の根源にある我々の先祖から受け継いできた 根源にあるみたいな。ああ、でもちょっと厳しいね。うん。下手に意訳しようとするとなんかちょっとずつずれてきそうな感じがするよね。アタビスティックね。だなんて訳せんだよね。覚性遺伝的な、うん、イマイだね。先祖から受け継いできたような、イマイチだね。うん。どう訳すんすかね。でもなんとなくわかるでしょなんかこの、すぐ死刑だって思うのはなんか原始的な感情な気がするよね。 まあそれ昔の人だったらね残酷な犯罪とか見たらすぐ死刑だってなるのは当たり前だしね江戸時代なんかバン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 晒し首とかしてたんだからねまあ原始的な欲求でしょうねそれはねでもディープル大先生不可解な願望はちょっとないでしょディープル大先生ねじゃあちなみに未来翻訳大先生にも任せますか未来翻訳大先生お願いします未来翻訳大先生だと 覚醒的な欲望、うーん、まあ、こうするしかないのかなうーん、でもまあ、あっちよりはちょっと正確なような感じはするな。じゃあ、最後グ、Google グ大先生ね。あ、Google 大先生はちゃんと覚醒遺伝的になって訳してますね。この結果を見ると、ちょっとディープル大先生ね。ディープル大先生、ちょっと調子悪いんじゃないですか覚え方はこう。Look at the big stick! It's at the best stick! あの大きい杖を見て。原始的だよ。 おーい。おーい。look at a big stick it's atavistic Look 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 at a big stick it's atavistic. 概要欄のリンクから例文をチェックしよう。ユーグリッシュとか、アルクとか、ケンブリッジディクショナリーとか、いろいろリンクを載せてるよ。再生リストから復習もしてね。